はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、皆さんタックルセイダーというモンスターご存知でしょうか。これがですね、結構最近ラビリンス界においてめっちゃ強いと言われてまして、まあこれを採用した今回はラビリンスを持ってきたんですけども、これね、これいつのカードなんだろうな、2013年だって。2013年のカードの武人とか神羅と同期らしいですよ俺そうなんだ。あのこのモンスターがね、今結構まあ熱いと言われていて、これどういう効果を持ってるかっていうと、結構 OCG の方ではね、ラビレンスから飛んできたりすることも多かったと思うんですが、マスターデュエルの方でも流行ってきてると、相手のフィールド上の表側表示モンスター1体を選択し、前提条件を設定した、墓地へ送られた場合ですね、墓地へ送られた場合、この2個の効果からどっちかを選んで発動できる。相手のフィールド上の表側表示モンスターを1体選択して裏側にするか、または表側表示の魔法トラップカードを戻すか。で、戻したら、相手はこの効果で手札に戻したカードを、発動できないということで、まあ、永続トラップとか永続魔法みたいなカードにはめちゃくちゃ強いですね。このタックルセイダーが。永続を剥がしたり、まあ、クシャドリアでいうとバースとかね。ああいうのを戻して、で、そのターン使えなくさせるとか、そういう動きができるってことですね。だから、しかもタックルセイダー墓地を置かれた場合なんで、これどっからでもいいですよ。手札からでもいいし、墓地デッキからでもいいんだけど、これをですね、能動的に切るギミックがあるのが、まあ、ラビレスですね。ストービーとか、それからまあシャンドラっていうカードで、まあぶん投げて、コストとして墓地を送ることによって効果を発動できるっていう。まあだから石図とか入ってたじゃないですか、もともとラビリンスって。ムドラケルドみたいな、ああいうのの枠にタックルセイダーを、まあ、最近は入れる構築が結構、まあ、割と強いという感じで、まあ、それにプラスしてあれですね、ダルマ、これが実装されたんですね。で、このカードが、まあ、フィールド上のモンスター全部裏にするっていう、まあ、あまりにも強烈な、妨害効果で、表側にモンスターがいる場合は墓地を送るっていう、まあ、リンクモンスターだったらしょれるっていうね、効果なので、こいつで相手のモンスターを全部しょるっていうことができるんですけども、これが通常トラップなんですね。だから、ラビリンスは普通にその、レディでセットできるということで、結構ね、強化も普通にされてるんですよ。はい。で、まあ、ドローソースも割と合金とか普通に詰めますし、まあ、天帝とかね、この辺のカードも詰めますので、まあ、結構、結構優秀かなというところで、今回はこのギミックを使って、まあ、ラビレンス設計久しぶりにぶん回していこうと思います。ちょっとあんまりラビレンス得意じゃないんですが、頑張って回してきたんで、よかったらご覧ください。デュエルスタンバイ。まあ悪くないハンディングですけど、ちょっと白金くん来てるのがうざいね。まあこれでコストにすればまあいいんですよね。ガルーラちゃん送ってサーチング、まあ、召喚券使うところはエクレシアしかないからワンドローを入れる。エクレシアで良さそうな気がするね。ああ、いいね。普通にハンドは強そうではあるが、まあちょっととりあえずエクレシアがいいか。エクレシア召喚効果増、まあ法要なり裏なり打ってもらっていいですよ。打っていただけない。まあさすがにビッグに当てるかさすがにビッグに当てるような。まあそうっすね、なんか裏がありそうな気するんですよね。こっちですね。で、まあ裏らじゃないのかな、これ分かんない。このチェーンだとちょっと無限保有かもしれないね、もしかしたら。分かんないっすね。でセットエンドしましょう。これで切るところは単価短いっていうところですね。はい、そんなに考えることはないんですけど、まあ相手のターンで考えることはかなり多いですよね。結構ラビレンスだから相手のデッキの理解度意外と重要っていう説ない。結構どこに当てたらいいのかみたいな。まあ、その場合で打っちゃうこれ。ガンマあったらさっき打ってんだろ多分。わかんねえけど。多分打ってると思うんだよな。さすがに。あ、墓穴か。どっちも変わんなかった。これ諸説あるんだよな。ガンマケアすんのか。まあ、それとも、もうなんか手札強いとか打っちゃうか。まあ、盤面作ってるからこの場合は打ってもいい気がするんだけどな。増殖する G。まあ、ちょっとユニコーンとかね、フェンリルとか、最近飛んでくる環境なんでね。ポッて、打っちゃっても、これはいい気がするけど、無限保養か。じゃあさっきのチェーン、法要だったっぽいけどな。法要だった。まあ、そこに法要打つの意味わかんなくね、でも。あ、セアミンか。なるほど。なんか、打つとこねえから打つかみたいな感じなのかな。わかんねえな、よく。なんかそこの法要はほぼ意味がない気がするけどまあでも今しか打てないとかそういうことなんかな。もうじゃあ温存しとけみたいな話ない。まあ北斜陣 OK です。北斜陣 OK です。あ、どうしよっかなこれ。あ、ニビルね。はいはい。まあ刺さらないもんねこのデッキ。まるでまるで刺さりません、ニビルくん。
5回も特殊召喚しないからな。たまにするけど、それでも。ウェルカム、あ、うららないね。うららない。うららないんぐなのか、なるほど。まあ、じゃあですね。こっちかな。一回、サーバンツ出して、で、サーパンツの効果によって、レディー持ってきて、レディー出してからビッグだね。多分これチェーンないから、まあ、多分チェーンできると思う、直接。これ、どうしよっかな。パニッシュメントでいいか。パニッシュでいい気がすんな。パニッシュで、こっちか。こっちだな。で、レディー効果で直接チェーン。ディアノート墓地送りたくないので、ディアノートはほっとけばいいですかね。ディアノートはほっとい、何セットするよ、これ。まあ、パンクだったら次元障壁とかでいいのかな。ちょっとわかんないです。まあ、誰もかるまでもいいと思うけど。まあ、何でもいいや。何でも強そう。はい。で、パニッシュメントで、これガルガルマンドローを入れればいいんじゃないか。つまり。で、家具が帰ってくるから、家具回収して、で、タックルをすればいいっていう話ですね。で、ガルーラ、シャンドラ、これ普通にタックルあると、あれだな、家具が、何妨害になってるの強すぎないこれ。マジで。これ結局石捨てってるのと一緒だからね、これね。ああ、はい、オッケー。で、相手の、まあ、展開に合わせて、悪質タックルを、二次大悪質タックルをしていけばいいかな。あ、それ強えな。なるほど。それ強えな。ディアロード持ち遅れるのか。なるほど。で、ディアロード交換によって自分の持ちからパンクモンスター特殊召喚できるんで、これで、セアミンが特殊召喚される。で、ここで、悪質タックルをかましていく。非常に悪質なタックルをかまし、タックルセイダーを持ち送りながら。スーパー悪質タックル。で、なんだっけ、これ打点上がるんだっけ確か、オーガナンバーで。4000強。ビッグ。ウェルカムセットで、タックルで相手のモンスターを裏側にしていく。でビッグ打っちゃっていいね。でビッグウェルカム効果発動して、でハンデスで終わり。ハンデスで終わりで特殊召喚白金ちゃん特殊、手札に戻すのはレディーで、はい。でさらにレディーの効果、レディーじゃない、白金の効果発動。はい、対戦ありがとうございました。一生シンクロさせる男、ドロー。あ、てか、今エクレシアでよかったのか。回収すんの。まあ、合金で。もうサレンダーしてくんねえかな。もういいだろ。もう返せないだろ、お前。絶対に。もう割とくだらなくないか、こっからのゲーム。ビッグ打ちますか。まあ、ビッグ打って、さすがにチェーンして出しのは意味がないな。これで打点出して、はい。で、回収。で、効果発動、効果発動。いや、もうそろそろ、もういいっしょ。俺、こんだけアドバンテージ稼げる能力あるんですけど。こっから全部回さんとあかんやつですか私。お客さん。あ、マジで最後まで見る気だな。やるな。まあじゃあ見してやるか。ウェルカムセット。はい。で、爆破は裏でよりいいね。これ足りてるな。足りてんのかこれ。足りて、あ、足りてるか。足りてるわ。あいつライフ払ってるわ。パンクはライフ払ってるから。ちょっと足りない時も大体足りるね。はい、せん、ありがとうございました。悪質タックル最強。あー、まあゴキブリが通るか系ではあるな。ゴキブリが通るか系ではある。さあちょっと一応さすがにデッキわかんないんで、あー、マイフレンドか、 G を打つしかないんだよな。速攻魔法チェーン増時チェーンガンマがされる可能性あるデッキなんでね、ちょっとそこが問題ではありますけどね。いや、まあ打つよな。これガンマケアしてるんだったら多分ね、こう出てきてから打った方がいいですね。あ、うらら、まあ、あんま関係なかったから、うららは。
まあでもまあ多分これガンマケアするんならなんかそういう人やってるけど、なんか DC とか走るんだったらそういうことした方がいいかもしれないね。まあ今別に普通にランクマレベルなんで、まあ別にいっかと思ってや、あのここでぶん投げてますけど、まあ多分厳密に言うと多分まあガンマを持ってる確率、割とピュアリーもねガンマ入ってる構築多いので、まあケアできるガンマはした方がいいかなという話はありますけども、はい、はいはいはい、なるほど、了解しました。でまあとりあえずなんだっけ、ノワールくんが今のところのハンドではちょっとしょれないかなと思うんですけども、まあ、ガンクセしてなんかドヤ顔で待ってくれるタイプのピュアリーだといけるかもしれないね。うん、街のタイプのピュアリーだったらいけるかもしれない。ノワール棒立ちの、ノワール構えて腕組んでるタイプのだといけるかもしれない。ちょっとそれ以外は無理かな。うん、全部のセットカード戻されて何もできなくなるけどね。はいはいはい、で4素材、はい、はい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 、あーなるほど、ピュアリープかな。まあ多分セットからピュアリープだと思うんだけど、いやーここでタックルか。まあ、ゾウジ、まあまあまあいいっすよ、ゾウジはねいいっす。これお互いにガンマ全然ケアしなくて臭んだけどお互いに何一つガンマケアしなくて臭。まあ一応普通に召喚はできるんで、まあゾウジでゼロドローはできますね。まあ、あとはその伏せカードが何なのか問題なんですけども、パニッシュメント、ダルマワンチャンあるか。ダルマ結構ねノワール出てきてもしょれるカードなんで、セットセットセットエンドだよなこれ。はい、まあチェーンあるんで、まあ多分ピュアリープだと思うんですよ、おそらくね。あのカードこれセットする必要はないか。一応戻せて2枚なんで、あーエンドフェーズにピュアリープね、オッケー。いや戻してくんだろうな、つまりだダルマが残ればワンチャンだよな多分。ノワールオッケー、まあスキドルでもいいけど、スキドルが一番強いからなんだな、なんならスキドルが一番強いかもしんない。さあ2枚まで戻せるぞ、俺のセットカード2枚までは戻せる当たりは3分の2あるぞ、当たり、はい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 、いいでしょう。まずスキルドレインは当たりだ、誰も残れ頼む、真ん中真ん中、よっしゃある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 ぞ、これあるぞ、任せろ。魔法戦記ダルマカルマとかいうガチでやべえかとか残った、これはノラルの解答になる。そして一応ピュアリーマイクレントの効果でサーチが入るから、あーこれアーゼウス来るってことか。なるほど、特攻、えどういうこと、あやべえ、あー忘れてた、うわー忘れてた、これ裏返せばよかったかな、忘れとったな、そうかそうなんのか。あでも2枚か、完全に忘れてたの、危ねえ危ねえ、そういうことか、なるほどなるほどなるほど。1枚出てきて、はい、あーで架け橋強いですね、架け橋完全に失念してました。マイクレント君自爆特攻でもいいですね。でそれはまあいいでしょう。でまあこれ多分まあ架け橋の効果でストレイピュアリーストリートと、まあ、ピュアリープ持ってくるみたいな感じだよな。いやでもねこれマイクレントで1枚サーチあるけど、多分だから出てくるのってあと1体ですよね、ピュアリーってことは。これ誰まかれまでいいんじゃないですか、さすがに。でコバルトイーグル、オッケーオッケー、イーグルからのストレイピュアリーストリートで、ピュアリーでリリーからの、はい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 、リープね。でストレイ貼る、オッケー。まあ無限コーダー打ってますけども、すでに。でマイフレンド効果サーチで、コスト切って、あーオッケ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 ー、いいよ。で打ってきて出てくる、エクシーズされるとアーゼウス乗っけられるんだよな、
だからエクシーズされる前に、まあされるっていうか、アーセウス出てきそうなところで、まあ誰も多分打てなきゃいけなくて、でデリシャスメモリーをぶち込んでコバルトイーグル捨てながら、ピュアリー出てくる。でここが当たるかどうか、いや問題はここやな。マイクレンド駆け足ストレイ、オッケー。速攻魔法ではない、速攻魔法ではない。これ絶対あれだね、ノワールのところでドラマ誰も打ったかかったね。一応被害を最小限に抑えるためにこれちょっと結構やばいかもしれない。でリリー行こうか、何が吸収されるのかな。これ吸収速攻魔法はデリシャスか、オッケー。まあプランプは別にいいか、プランプはまあ別にね。これ裏にしちゃった方がいいか、裏にしちゃったらエクシーズできないもんこれ。いやこれさ、速攻魔法じゃねえってことでしょあれ、っていうだでもリリー使ってるっしょ。え無理じゃねえこれ、これ相手も展開できないのでは、さすがに、さすがに展開できん説あるよねこれ。でリリー効果使ってる、もうリリー出てきても効果使えない。まあピュアリーぐらいだけど、いやピュアリーでこっからノワール出るとかはさすがに多分ね無理だと思うんだよな。うん多分大丈夫だと思う。ピュアリーでピュアリー戻し、あーオッケー。まあ、ただなんかなんだかんだ言ってるけど俺のハンドも雑魚すぎるよねこれ。これ何しゃいいんだこれ。デリシャスやべ、これ俺引かれたらやばい。これ速攻魔法をめくれたらやばいな普通に。やっべ。でピュアリープね、あれハンド。あぶねー、それは見せられないもんね。それはエピアリノワールがまだいないからそれ見せられない。あぶねーマジで。耐えてるスリーピー。だから要はこれやるとしたら多分もう一体ピュアリー出してきて、多分エクシーズしかないんだよね。そうだよね、リンクリボーオッケー。ああ耐えた、なんかギリギリの勝負。ああワンチャル、合金もワンチャルで合金発動で6枚除外で2枚ドロー。ああうわー、ありある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 ね、あるよ非常にね、あるね。でシャンドラ効果だね。これさすがにタックルしかないか。ちょタックルで戻す意味もあんまねえんだよな今。裏にできねえしな。リンクリボー。ちょっと今タックルくんそんなにあれかもしれんわ。今そんなに仕事しないかもしれん。こうやね。で、クックロックだけ発動して特殊召喚して、で戻したところで、いやこれあんま戻す意味もないんだよね。それも結局マイフレンドもあんまり今意味ないんで、だって特殊召喚するじゃないですか。オッケーで、ラビレンス、ラビレンス発動を反転召喚でビッグウェルカム発動で白金出す、戻す、あこれあれかクックロックじゃなくてよかったか、別に戻すのがこっちやもんな。で白金効果、マイフレンド、マイフレンドで効果で効果で、マイフレンド。絶対にマイフレンドを破壊する勇気、いいえこれよし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 、これで次のターンは回収されねえ。でですね、召喚で効果。絶対にマイフレンドを破壊する男で効果。これダルマか、いやーダルマの方が効きそうだけどな。難しいな。さすがにビッグか。どれまでもいいけどなこれ、結構誰までも良さそう。まあでも破壊できるんで、まあ多分割と何でもいけそうですけどね。はい、でリンクリボーをぶん殴ります。でリンクリボーがリリースされます。攻撃もゼロになります。 OK です。で攻撃続けませんと。
で、黒い方ぶん、これ黒い方こっちだったよね。なるほど。OK。で、黒い方ぶん殴る。それ使わない方が良かったのでは。一応1体残った気がするけど。使わなかったら。まあいいや。両方ともショルタ。やった。ラッキー。で、セット。で、エンド。いや、マジでこれ、でも、結構、だるま、だるまの方が良かったかもね。マジで。冷静に考えて。スリーピー、オッケー。で、1枚捨てるしかないと。いいことですね。オッケー、オッケー、オッケーです。で、ストレイ、ピアリーストレートあるから、対象取れねえんすわな。でも、まあ、リンクリボーいるから、リンクリボー対象取れっから、まあ、多分なんとかなんじゃねえか。はいはい、マイフレンドね。もうマイフレンド一生サーチするやん、最強か。いや、マイフレンド発動されてからでいいと思うんだよな。つまり。いや、マイフレンドは通しちゃいけないから、絶対に。はい。マイフレンドは通さない。ここやろ。で、ビッグ効果。これで全てのカードを破壊すれば、多分なんとかなりますね。で、こっちでよくて、で、戻して、で、破壊して、マイフレンズ。マイフレンズ。OK。で、レディ効果、アリアンナ効果。こっちか。で、OK。来てる来てる来てる、いいぞ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 、今のところいいぞ。で、レディ出そう。で、手札のカードを破壊しない。で、ストレイピアリーストレート破壊する。で、レディ出す。はい。で、パニッシュメント打つと。オッケーオッケー、よし、手札1枚からもうあれ何もできない。よし危ない危ない。いやー、これどっちの方がいいんだろうな。なんか増字全然食らわねえから、まあ永続型も結構強えなと思っているんですけども、ラビリンスちょっと有識者の方、核型がの方がよろしいのか永続型の方がよろしいのか、ちょっと今のそのラビリンス研究会の研究成果を教えてほしいんですけど。なんかさ、どっち使ってもまあ強、別に強いんだよね結構。うん、なんでまあね、その辺はねちょっとよくわかんないっす。はい、教えてください。クロニクルマジシャン目指し方ってな。で、クシャトリアユニコーン効果、はい、どうぞ。パーピアスどうぞ。クロニクルマジシャンとかいうモンスター、ブラックマジシャンステータスって出てくるからね。クシャトリアユニコーンがブラックマジシャンステータスなんだね。だからさ、ユニコーン出すじゃないですか。そうするとクロニクルマジシャンが反応して、あ、なんかブラックマジシャンステータスのやつ出てきたっつって、俺も行くっつって出てくるんですよね。これね、意外と優秀という。魔封じの方向とかクソやべえカード入ってんな。まあ、トラップデッキなんであんま関係ないですね。それに関しては全然大丈夫だと思います、魔封じは。まあ言うて、まあ剛剣が使えなくなるぐらいで、まあそこそこ入ってんけどね、天帝の章とか入ってんですけど、魔封じの方向が加えられていく。まあそんなに刺さんねえと思うけどな。あ、スターシップギャラクシートマホーク、いや、やばい展開しようとしてる。これやばい展開しようとしてんだ。これなんだ、これ普通のクシャトリラデッキじゃねえってことか。トマホーク入ってる方ってなんかオライオンとか入ってるからうざいんだよな。これあれかな、普通に先行なんかごぼうがいくらい敷いてくるタイプのやつかな。メインデッキにめちゃくちゃゴミが入っている代わりに、展開が通ったら世界が終わると言われている。あ、言うて永続パカれれば、まあ割とワンチャンなる、なんとかなるかなっていう気はしますけども、これでも。まあセンサー午前あるんで、パニシメント強制出し装置、まあ全部有効ではあるんで、なんかどっかで無効にしてくれれば、あ、大身長締めるか。あー、なるほど。え、もうあれですけどね、ユニオンキャリアなくなったから無限ミストバレーはできませんけども、シャトリラバース。はい、強いな。なるほど。展開自体は結構強いですね、普通に。で、ユニコーンね。はい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 。いいでしょう。で、パーピアス。うわ、こっからパーピアス飛んでくるのか。え、もうエクシーズしかしないです、それ。え、トークンいらないの？え、それトークン邪魔じゃないそれ。なんか、マスカルヤとか入ってんのかな、これ、このデッキ。
はい、ライズハート、はい、どうぞ。はいはい、まあ、こっから普通にエクシス展開していくとか、あー、あれかな、あのエクシスデクスにクシャトリラ展開の中にミストバレーが飛んでくるみたいな感じなんかな。クシャトリラ、あ、いや、魔風じゃんのか。え、これもしかしてさ、ダークシム力とか出てこないよね。やべ、ちょっとフラグ建築なんかやめよう、そういうこと言うの。やべ、俺今もしかしてフラグ建築した。今そこまではいいんすよね。で、アライズが出てくるのも別にいいっすわ。それはいいっす、別に。いや、まあセットも OK、 エンドフェイズ消える、でシムルグ出てくる。え、これミストバレーだったらまだ言うんじゃなかった言うんじゃなかった言うんじゃなかった、マフージのやべえ、何も使えないかもしんない、これ何にも使えないかもしんないおい、カード何も引かんねえぞやばいね、これどういうことが起きるかっていうと、マフージで魔法トラップカードは魔法カードはセットしないと使えないっていう効果があって、でダークシブルクがいるとね、カードセットできないんですよね。まあ、要するに僕今何も使えないんですよね。多分参戦の際使われすぎて切れてんだろうな、この人、ま、魔法封じ作戦に出てきて草